ポローニア作品76は、エドワード・エルガーが1915年に作曲した、還元楽曲、公共的前奏曲と銘打っている。1915年4月13日、ポーランドの指揮者であるエミル・ムイナルスキはエルガーに対し、新作のカリオン作品75がベルギーを賛美する楽曲だったことを念頭に、今度は、ポーランドの音楽を用いて、作品を書いてほしいと依頼した。 こうして作曲された作品は大部分がエルガーの自作となっているが、ワルシャワ労働家や、その他ポーランドの愛国家、ポーランド国家、ポーランド出身の作曲家であるショパンやパデレフスキの楽曲の主題を引用している。曲は1915年7月6日、ロンドンのクイーンズホールにおいて行われた、ポーランドの犠牲者慰安基金の演奏会において、作曲者自身の指揮で初演された。 このイアン基金はパデレフスキと小説家のヘンリク・シェンケビチによって組織されロシアとドイツの荒烈な争いを逃れて祖国から避難したポーランド人を世界中で援助する活動を行っていた。プログラムは紅白のリボンで祝えられるとともにパデレフスキからのメッセージが付されて成功に作り込まれていた。エルガーは新作の式だけを行い他の楽曲は トーマス・ビーチャムが指揮して演奏された。曲はすでに優れたピアニスト、作曲家として知られていたパデレフスキへと検定された。パデレフスキ自身も1908年に作曲した公共曲の単調にポローニアという副題をつけている。1915年8月29日、エルガーはパデレフスキにあてて彼のポーランド幻想曲からの引用について 出版許可を求める書簡をしたためている。パデレフスキはこの作品に心からの賛辞を惜しまなかった。彼は10月2度目に曲を聴いた後にエルガーへと次のように書き送っている。貴殿の高貴な作品、私の愛するポローニアを異なる機会に二度聴くことができました。貴殿の親愛の情の慈悲深さに深く感動し、作品の成功な 美しさに強く心を動かされました。嘘偽りのない愛を込めた感謝を持って、記念に一筆したためる次第です。エルガーは、ポーランドの愛国家、国家、ショッパンとパデレフスキの楽曲の主題を引用し、それらをポーランド人を称えるモチーフと言われる自作の主題と組み合わせている。エルガーが用いた最初の主題は、華麗な女装部が終わると、ファゴットによって奏でられる。 ワルシャワロードである。この曲の歌詞には、スマイロポッドに罪スタンダーナス WGR という一節がある。すぐさま、エルガー自作のノビルメンテの主題が続き、大きく歌われると収まって二つ目のポーランドの主題へと移行する。これは、おごそかなコリルもしくは、z ディメム・ポザロであり、最初はチェロによって、その後バイオリンの対戦率を伴った。 木管楽器によって歌われ、さらにトゥッティで奏される。ワルシャワ労働家が展開されると、エルガーの自作主題が回帰し、続いてトライアングルが鳴り響く中、パデレフスキのピアノと還元楽のためのポーランド幻想曲作品19が出される。パデレフスキの主題が聞こえる中、ショパンの野想曲第11番と単調作品37から1がバイオリンの独奏で引用され、 そこへ、ワルシャワ労働家が、静かに割って入る。さらに展開が行われて、コリルが再現されると、曲の最後かと思われるが、そうはならない。コリルが静まると、ポーランド国家、ポーランドは未だ滅びずが現れ、この旋律に導かれて曲は、壮麗な還元楽法に彩られた結末へと向かう。最後の数小節ではオーケストラに、オルガンも加わる。フルートに、 オーボエに、イングリッシュホルン、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、打楽器、ハープに、オルガン、弦語部、注釈出典、ありがとうございます。